言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。起きてしまいましたね。朝というか4時40分ぐらいになりますけど、仕事なんでね、ラジオ配信で失礼しますが、マスタープランですね。はい、いろいろとデータが出ております。結構いい感じで言ってると思いますけれども、全く油断なくいければと思っています。すごくね、やはり周りもとても強力なので、でもやはりさすがベスティだなと思いますけど、マスタープラン結構いい感じで出ております。まずはね、オフィシャルオーディオですけどもね、はい、先ほど見ました。ちょっと小さいかもしれませんけれども、現在、4時間前で14万回視聴回数、そして人気急上昇中の音楽、シャープ18ということになっております。で、こちらオーディオ、オフィシャルオーディオの方ですがね、こちらがね、はい、高評価オフィシャルオーディオの方で、で、BE:FIRSTのチャンネル登録者数もちょっとまだ増えましたね。最近ちょっと増えがあまりって言ってた方もいらっしゃったんですが、ちょっとね、なかなか新しいコンテンツがないとそれそうなるからね、っていうのはありますけども。はい、で、非常にこのオフィシャルオーディオがね、なんていうか、すごくおしゃれで、まずなんか何かのストーリーを感じさせますよね。ちょっと今、音を開けさせてもらってますけどもね。はい。っていう感じで、君の常識と俺たちのリミット、どっちが正しいのか言うまでもないみたいな感じで書いてありまして、この感じでね、非常にこう彼らしいし、ちょっと煽ってくる感じのこの感じ、私はとっても好きです。だからもともとね、型にとらわれないっていうか、そういうところがあるから、その部分がすごく出ているし、ドリルミュージックに和風の感じが出ていて、でもなんかこうね、改めて聞いてみると、と言いますか、ライブで初めて聞いた感覚でやったよりも、まあ皆さんもね、知ってると思いますが、マスタープラン東京ドームと京セラドームで最後にやったんでね、はい、まあ、身も知ってるというか、そういう感じで、もうネタバレとかしても大丈夫ですからね。だからこれがまずありまして、まあ、この人気急上昇中の今シャープ18ですけど、こちらぜひね、1位までいければいいですね。人気急上昇中の音楽から、まあ、それからそうですね、それから急上昇ランクとかね、もろもろあって、まあ現状ね、ミセスグリーンアップル、米津玄師、 A グループ、ナンバーアイ、中森明菜さんとか言ってるのね、中森明菜さんとかも入ってて、まあ非常にやはりね、周りも強力ですよ。この中で、スカイハイいますね。スカイハイというか、ストーミーフィードスカイハイ。で、マスタープラン、オフィシャルオーディオということで、まあね、こちらもそうだけど、どちらかというとね、まあやはりこう、MV の方がっていうところが正しいのかな。はい。ということでね、まあ、MV も20時でしたっけね、公開されるということになるはずで、で、もろもろ1位もね、取っていますよ。ミューも行きましょうか。先ほど見ました。ちょっと小さいかもですが、セットセールも入ってるか。うん。マスタープラン、それからセットセールっていう形で1位、2位ですね。リアルタイムランキング。で、あれか、ブリンパンパンポーンと、先ほど見たけど、ミセスグリーンアップのライラック。なるほど、ミセスグリーンアップルがね、来ますか。うん。ちなみに、あれですね、下見てみましたら、ストーミー、フィート、スカイハイ、ニッシーとスカイハイのこのストーミーが、ウィークリーでは1位取ってますね。マンスリーだとギフテッドのオーケストラバージョンが取っていますね。ちょっと小さいかもしれませんが、読ませてもらってますんで、はい、拡大などして見ていただければとも思っていますが、これがミューモですね。こちらモーラになります。来てますね。BE:FIRSTマスタープランの1位のところに、ありますね。で、2位のところにハイレッドシングルの方でありますね。はい、BE:FIRSTを1位、2位で取っております。モーラの方ですね。まあ、これもその最新という形でダウンロードの方でね、がっつりとやっていければと思いますし、可能であれば皆さんもぜひ買ってください。そしてですね、こちらだと都道府県ランキングですね。こちらちょっと見たい。来てる、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 来てますよ。来てますよ。来てますよってミスターマリックじゃないんだが、古いな。言ってることが古いな。北海道、青森、岩手、都道府県ランキング非常にいいですね。青森、岩手、宮城、秋田、山形、もう全部来てます。全部来てますね。福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、私の千葉も来てる。東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井だけちょっとあれですね。福井県の方頑張っていければと思います。夜しか強いね。で、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、
熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄という形で、はい、こちらも来ております。マスタープラン、いやーですね、いいですね。46件行ってます。もうこれはね、データでこのように残しておけば間違いなくそうだったと言えますから、はい、まあそういうことがありましたと。こちらちょっとデータ拾わせていただきました。これね、LINE ミュージックですね。LINE ミュージック、1時の段階でマスタープラン1位ですね。素晴らしいですね。皆さん本当に深夜まで頑張ってくれております、という形ですね。こちら AWA でございますね。リアルタイム急上昇楽曲トップ100、1位マスタープラン、2位セットセール、3位グロリアスでなっております。 AWA、 アワでしたっけ、 AWA って呼んでるけど、こちらの方でもあります。アワか AWA かどちらかです。こちらも拾わせてもらいました。 iTunes で1位マスタープランということで、出ておりますね。はい、ありがとうございます。皆さんそれぞれ頑張っていらっしゃいます。私もね、私のやり方で頑張っていきます。 LINE ミュージックが私も見れたんで、マスタープランがこう来ておりますけれども、最新マスタープランがありますね。ということで、今後の流れとしてラジオとかの大量に出るというのもあったりするんで、それも確か公式も出していますので、そちらも見ましょうか。こちらがそうですね。こちらがそうだし、あと、BE:FIRST 音楽トレンドで、BF マスタープランと BE:FIRST がトレンドで入っていますね。で、こちらちょっと小さいかもしれませんが、マスタープランのラジオスケジュールになりますね。こちら、これをリンク貼っておきますんで、皆さん見てください。東京 FM ワンモーニングから始まって、4月22日から4月28日まで、大量のラジオ出演があります。はい、こちら、こちらについては、さっき言ったリコさんがまとめてくれていたので、そちらの方も参考にしてくださいということと、あと、この、公式のやつをご自身でも、スクショなどしといて、メモしといてなどなどでやるといいかなと思ってもおります。っていう形です。で、これが BE:FIRST のね、ちょうど Twitter ポストになるので、ポスト X、ね、いまだに TwitterX、言い方が慣れないというね、TikTok とかも上がっていますし、これね、マスタープラン、TikTok。で、下の方、まあこれはデジタルリリースの話。お、装置がかっこいいですね。あ、これはレオくんですね。はい、レオくんかわいいですね。はい、かわいいしかっこいいですね。ということで、はい、これがね、あ、そうか、大阪のやつといいますか、京セラドームのやつね、いい顔をしておりますね、7人ともね。マナト君の髪色素敵ですね。てかみんなとてもいい顔してますね。ということと、他にもいろいろね、はい、サンキューオールバンドメンバーズ、そう、バンドメンバーもね、改めてっていうことで素晴らしいですね。ということと、スカイハイが言ってますが、BE:FIRST の東京ドーム、京セラドーム、本当に最高のドームライブだった。もう楽しさと幸福感が完走してしまったよ。大げさじゃなく、人生全部、夢全部詰め込んでいたった今日は、どんな想像より夢のある現実だった。今まで結構複雑な人生だった。大変だった。世界で通用するダンス&ボーカル、特にその中でのラップみたいなのは、求められてないと言われ続け、笑われ続け、まあなんかどっかで腐っててもおかしくなかったと思うし、心から笑えた日ってところへんかなってなると言葉を失うんだけど、あの痛みは、あの苦しみは、あの悩みは、こういう日のため、そして BE:FIRST をはじめとしたみんなに出会うためだったんだな。世界史だった、最高だった、愛してるよ、寝ぼけてないのに目が覚めた自分、早く帰って次作るんだ、うおーつ、夢の中で何よりも強い現実を生きよう。素晴らしい言葉ですね。はい、非常にいい顔をしていますし、この景色を見れることをスカイハイもずっと望んでいたんでしょうね。そして何よりもね、この7人と一緒に、7人だけじゃなく周りのスタッフさんとも一緒に見れたっていうことが本当に素晴らしいことだなっていうふうにも思うし、この真ん中のスカイハイの BMSG のこの絵と、そしてね、この7人がすごくいいですね。そして龍平くん背がとても高いですね。いやー、そういうことです。はい、というわけでね、まあいろいろと出ておりますけども、はい、BF マスタープランもそうですね。で、これもね、先ほどの AWA アワーでしたっけ、こちらの方でも出ておりますし、うん、まあとにかくね、まだまだこれから始まったばかりですし、私も皆さんも含めてそれぞれ頑張っていければと思っています。頑張るというかね、もちろん一番頑張ってるのは彼らなんだけど、
今レオ君がちょうどねいて、ソータ君後ろで揺れてますね。はい、っていう形で iTunes 自分でも見れましたね。はい、iTunes ミュージックランキングマスタープランが1位になっています。はい、まあそんな感じでね、まあ、とにかくやれるだけのことをやっていきましょうというふうに、まあ、いきましょうというか私はそう思っています。なんかねやっぱりこういろいろとね、あのネットとかでも言われておりましたけれども、ああまあそのネガティブな方ではなくポジティブな方とかでもね、とても、うん、なんていうかやっぱりこうマスタープラン出てみるとこうベスティ魂が燃えてまいりますわね。はい、皆さんもきっとそうだと思います。というわけで自分はちょっとあの仕事ありますけども、 MV とか見つつストリーミングもしつつでガッツリ行ってきますし、あとやっぱセットセールとかね、もろもろのいろいろな他の楽曲に関しても上げていきますし、あと自分はメインストリーム大好きなんで、メインストリームも相変わらずというかずっと聴いていくつもりですね。まあ皆さんもそうでしょう。はい、というわけで、まあ、とにかく彼らの奇跡、彼らの奇跡と、そして彼らが起こした奇跡、これを元にしてまた今日も頑張っていきますし、皆さんも頑張っていく原動力になると思います。はい、というわけで取り急ぎでしたが、もろもろ紹介させてもらいました。それでは失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。はい、ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。4月入りましてね、出会いの季節などと言われますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由といたしましては、情報を発信していくという形の中で自覚も湧いてまいりまして、良い情報を発信できるという自負とプライドも最近はあります。その上で新規の方がたくさん来ていただきますので、登録者数が多い方が説得力がありまして、皆さん来やすいという事情もございます。で、その上でボーイズグループを J-POP を世界にという形の立場やらせていただいております。YouTube の登録は無料でございますし、登録したところで変なサイトに誘導されたりそういうことはございません。外した時も私に通知が来ることは一切ございませんので、ご安心ください。なのでまだ登録されていない方、そして一度外された方も、もしお気がかかりましたらぜひ登録をお願いします。すでに登録をしていただいている方はありがとうございます。では引き続き頑張ってまいります。ではまた。